いつまでやってるの？早く勉強しなさい。つい感情的に怒ってしまう。でもその怒りは偽物なんです。そういうことですよね。はい、こんにちは。ライフスキル教育講演家のミスターおかちです。今日も来てくれてありがとうございます。今日のテーマは、知らないと損する自己肯定感の育て方。何をするにしても、自分なんて無理や、どうせ失敗するよ、やっても無駄やって、自分なんかダメや、あの子がやった方が向いてるよ、このように自己肯定感が低い状態だと、無意識にネガティブなマインド、そして思考で頭がいっぱいになり、やりたいことに一歩踏み出せません。言いたいことも言えない、失敗が気になる、あの時失敗した、だから次も失敗するだろう、嫌われているんじゃないか、常に周りの目が気になってビクビクして、自分のやりたい気持ち、それをマスクしてしまう。そのような状態だと、チャンスが来てもそれを逃してしまい、そして自立した人間として一歩成長することが難しくなるっていうふうに考えてます。あなたのお子さんが大人になった時に、社会で自分らしく生きるために最も大事な力、それが自己肯定感です。今回はこれまで1万人以上のお子さんの自己肯定感を高めてきたライフスキルコーチのミスターおかちが、ご家庭でできるお子さんの自己肯定感の育て方、そのためのコーチング術を厳選して5つ紹介させていただきます。この動画を最後まで聞いていただいて、一つでも実践していただければ、お子さんが物事を前向きに捉え、言いたいことが言える、やりたいことができる、そして他人と比べることなく毎日自信を持って過ごすことができるということをお約束します。以前の動画では、やり抜く力とやる気と自信のコーチング術を紹介しました。まだの方はそちらも合わせてご覧ください。普段このミスターおかちのチャンネルでは、子どもの教育に役立つ情報をシリーズ化して配信しています。よろしければチャンネル登録をよろしくお願いします。インスタではやり抜く力の育て方を毎日投稿しています。よろしければそちらもフォローよろしくお願いします。そもそも自己肯定感とは何でしょうか。自己肯定感とは、自分が自分であることに満足でき、自分を価値ある存在だと受け入れられることと定義しています。まあ、おかっちの言葉で言えば、いつでもどこでも自分らしく輝くとか、どんな自分でもイエスと言える状態、これが自己肯定感だというふうに僕は考えています。自己肯定感が低いとこのような状態になります。過去の失敗にこだわり、次の一歩が踏み出せなくなる。他人と自分を比較し、劣等感を覚え、自己否定してしまう。いつもできないと思ってしまう。周囲への依存度が強くなってしまう。誰かのために頑張ることができない。以前の僕がそうでした。もう30歳まではもう自己肯定感めちゃくちゃ低かったです。言いたいことが言えない。やりたいこともやれない。いつも本音を封印して、周りが期待していることは何だろうって考えて生きていく。もちろんそうすれば、周りの人から評価もされるし、出世もしていった。でもですよ、全然楽しくなかったんです。全然幸せを感じてなかったんです。僕自身が。その時に気づきました。もちろん、周りの人がどんなことを望んでいるのか、それを考えること、それをね、読み取ることも大事なんですけど、それ以上に、自分がやりたいことは何なんだろう、自分が言いたいことは何なんだろう、自分は今どんな気持ちなのかなって、怒りがあったり、悲しさがあったり、悔しさがあったり、いろんな気持ちがある。でもそれも大切な自分の気持ちとして、ちゃんと肯定できる。ありのままの自分を解放していいんだと。それにイエスが言える。それが本当に幸せだなっていうふうに、僕はその時に感じました。だから今僕は、そういう目に見えない力、これがライフスキルって言います。ライフスキルを育む教育を子供たちに提供している。そのライフスキルの一番の土台の部分が、本日ご紹介する自己肯定感なんです。はい、ということで前置きが長くなったんで、早速自己肯定感を高める5つのコーチング術を紹介したいと思います。まずは1つ目、失敗する。2つ目、ベイビーステップ。3つ目、課
課題の分離、4つ目ノージャッジ、そして5つ目怒りを二次感情に翻訳する。それでは一つずつ紹介していきます。1、親が失敗する。親が失敗しているその姿を見せることで失敗してもいいんだっていう安全基地ができます。自己肯定感が低いと失敗が怖いんですよ。怒られるのが怖い、否定されるのが怖い、バカにされるのが怖いんです。だから一歩も前に踏み出せない。大切なことは失敗しても大丈夫なんだ、失敗しても自分は肯定されるんだという安全な基地、心も体も安心で安全な基地を作ることが大事です。そのために最も効果的なのが親が失敗するということです。親が子供の前で失敗を見せるということ、これ以上に説得力のあることはないと思います。言葉では言えます。失敗してもいいよって、大丈夫だからねって、それを言ってる大人が失敗してなかったら、完璧主義やったらどうなりますか。お母さん失敗していいよって言ってるけど、お母さん全然失敗してない、やっぱり失敗はダメなことなんだってなってしまうんですよ。だから失敗してもいいって言うんだったら、失敗をしてください、失敗を見せてください。完璧になった状態を見せるんじゃなくて、私には夢がある、例えば私には夢がある、ピアノを弾くことなんだって言って、ピアノが上手くなった状態の時に見せるんじゃなくて、ピアノが下手くそな状態から、初心者の状態から子供に見せていく。あ、誰だって大人だって親だって最初は下手くそなんだって、それに気づいてもらうことが大事なんです。で、その最初は下手くそになったのが、練習して練習して練習して、その上手くなっていく、そのプロセスを全部見せていく。やっぱり練習したら、行動したら上手くなるんだって、それが身近な大人である親がそれを実践したら、していたら一番心に刻まれます。はい。ですので、完璧にするのではなくて、不完全な状態で子供に見せていくということ、これが大事なのかなと思います。そして、子供が実際に挑戦した時には、挑戦してダメだったこと、良かったこと、その結果が出てくると思うんです。その結果にフォーカスするよりも、挑戦したそのこと自体に褒めてあげてください。勇気づけてください。頑張ったねと、一生懸命やっていたねと、それがめちゃくちゃ大事です。2. ベイビーステップ、頑張ってできた、その達成感が子供の自信を強くする。ベイビーステップ、もうその名前の通り、赤ちゃんでもできるぐらいの目標です。つまり絶対に達成できる、 100% 達成できる、ちっちゃなちっちゃな目標を立てるということ。めっちゃ大きい目標じゃありません。絶対に 100% 達成できるちっちゃな目標を立てて、それをたくさん達成するということ。質よりも量です。はい。これがめちゃくちゃ大事なんです。大きすぎる目標だと、それを達成するまでに5年、10年かかってしまいます。そうなると、達成できたっていうその達成感を味わうことができないんですよ。ですので、どうせ無理なんちゃうか、やってもやめておこうかな、ちょっと飽きてきたな、しんどいな、そのいうネガティブな気持ちが勝ってしまって諦めてしまうんです。諦めてしまうと達成感を味わえない。つまり自己肯定感が強くならないんです。大事なことは、たくさん達成すること、絶対に達成できるちっちゃな目標を作って、まあ、お口に入るぐらいの大きさです。もう自分の足で登れるぐらいのめちゃめちゃちっちゃい目標を立てる。はい。それがめちゃくちゃ大事なんです。だから大きい目標をお子さんが立てたとしても、じゃあそのためには今日やることはどんなことだろうと、で、それ今日やることは、例えばね、今日は漢字ドリルを2ページやる、そう、今日できそう、絶対にできそうかどうか確認してください。はい。絶対にできる目標を達成する、そのサポートをしてあげる、それがね、とても大事なんです。3、課題の分離。子どもの人生は子どものものです。自分が大学に行けなかったから子どもにはいい大学に行ってほしい、自分が字を書くのが下手で困ったから子供には字を書くのが上手くなってほしい、そうやって自分ができなかったこと、やりたかったことを子供に託したり、そして子供が困らないように、
そういうふうに、困らないようにするためにサポートしたり支援したりする、そういうふうに思うのは当然の気持ちです。ただその過剰な期待やプレッシャーが子どもの気持ちを潰してしまう、そういうことがあるんです。これをやらないとお母さんに嫌われるのかな、大学に行かないともうこの家にいたらダメなのかな、そういう気持ちが出てくると自分の気持ちを押し殺してしまうんです。自己否定してしまうんです。それよりも周りの期待に応える、そういうふうにエネルギーが向いてしまう。そうすると自己肯定する力が育まれていきません。だからこそ子どもの人生と親の人生をしっかりと切り離すことが大事です。子どもの人生は子どものもの、親の人生は親のものです。子供がうまくいかなかったからといってあなたがダメな人間であるということにはならないんです。子供が100点取らなかったからあなたが100点じゃない、そういうことではないんです。しっかりと子供の人生と親の人生を分けるということ、それがとても大事です。そうすることで自分の人生は自分のものだと子供自身が思えた時に責任を持って行動できる、そして自分の気持ちを表現できるようになります。だからこそ子供自身が自分が望むことを実現できる、そんな環境を作ってあげてください。言いたいことが言えて、やりたいことがやれて、そしてお母さんの意見もちゃんと聞いた上で自分の意見も言える、そういうような関係性を作ることがとても大事だと思います。そのために課題を分離する、子供は子供、親は親。4、他人と比べない、その子自身の過去と比べる。自己肯定感が低い子はついついお兄ちゃんと比べたり友達と比べたり芸能人と比べてやっぱり自分なんかダメなんやって思ってしまう、そんなことがあるんです。褒めるときにこんなことはありませんか？あ、たけし君より早かったね、お兄ちゃんよりいい点数取れてるよ。褒めるときにこういうふうに言ってしまうこともあると思うんです、他人と比べて。でもそれは逆を返せば、たけし君よりも遅かったら自分はダメなんだ、お兄ちゃんよりも点数が取れなかったら自分は認められないんだ、そのようについつい他人と比べてしまう癖がついてしまいます。それは自分を成長させる上ではネガティブに働くんです。成長するために最も大切なことは他人と比べるんじゃなくて自分と比べる、そして自分と比べて一歩一歩前進していく、そのマインドが大切なんです。前回のテストよりも10点も上がってるよね、この前の試合よりも5回多くシュートを打ってたね、このように過去のその子自身と比べてあげてください。そして結果だけじゃなくて結果を出すまでのプロセス、準備、過程、そこら辺をしっかり目を向けてフォローしていく、声をかけていく、これが大事です。そしてもう一つ大切なことは、こちらが何か評価をする前に子供自身に評価をしてもらいましょう。さっき試合やってたけどどうやった？この前の漢字テスト答案用紙見たかな？どう感じた？このように問いかけることで自分の行動、自分の結果を自分で評価する、そういう習慣がついてきます。もちろん人からの評価、客観的なアドバイス大切です。でもそれ以上に大事なことは自分がどう思うのか、自分がどう評価するのか、そこの部分です。ですので自分で評価する習慣を一緒につけていきましょう。5、怒りを一時感情に翻訳する。その怒りは偽物なんです。なんで時間通り帰ってこないの、いつまでゲームやってるの、早く勉強しなさい。感情的に怒ってしまうのはダメやなって分かっていてもつい余裕がなくて言葉に出てしまったり感情が爆発してしまう、そういうことってありますよね。で、そんな時に自分で自分を責めてしまうんです。やってしまったって苦しいですよね、辛いですよね。感情的に怒ってしまうとお子さんの潜在意識、深い深いマインドのところに自分が何かをやったら、何かを言ったら怒られてしまうんだっていう恐怖心が育ってしまい、言いたいことが言えない、常に周りの目を気にする、そんな子に育ってしまいます。つまり自己肯定感が育っていかないんです。だから大事なことは
怒りと上手に付き合って子供の気持ちを尊重して伝えることだと思っています。ここでまず最初に理解していただきたいことは、怒りを無理やり抑えたりなかったことにする、そんなことはしなくていいんです。怒りは大切な感情です。自分の心、そして自分の体を守ってくれる、そのための大切なサインなんです。ですので、親が怒りを我慢したり無理やり抑え込もう、その姿を子供に見せていると、子供自身もそうなってしまいます。自分の気持ちを出してはいけないんだって。だから大事なことは、怒らないことではなくて上手に怒りを伝えること。前置きが長くなりましたが、そのために最も効果的なのは、怒りを一次感情に翻訳するということです。怒りは偽物なんです。二次感情と言われていて、その怒りの背景に本当の気持ち、本音、そして一次感情があります。なんで時間通りに帰ってこないの？この怒りの背景には、約束を守ってもらえなくて悲しいという一次感情があります。いつまでゲームやってるの？早く勉強しなさい。この怒りの背景には、学校の授業についていけるのかなって心配しているという一次感情があります。怒りの背景にはどんな時にも本当の気持ちが隠れている。悲しい、がっかりしている、不安、心配、そのような気持ちです。だからこそ、怒りを怒りとして伝えるのではなく、怒りの背景にある本当の感情を読み取って、その本当の感情を相手に伝えることが鍵です。約束を守ってもらえなくてお母さんは悲しかったよ、時間通りに帰ってもらえたら嬉しいな、ずーっとゲームをしていると宿題ができないんじゃないかなってお母さんは心配しているの、そろそろゲームをおしまいにするのはどうかな。このように怒りを怒りのまま伝えるんじゃなくて、怒りの背景にある心配している、不安、がっかりしている本当の気持ちを冷静に伝える。そうすることで、まずはちゃんとお子さんに聞いてもらいやすくなります。以上です。知らないと損する自己肯定感の育て方5つを紹介させていただきました。まとめです。1、失敗する。親自身が失敗を見せることで、失敗をしてもいいんだっていう安全基地を作ること、これが大事です。2、ベイビーステップ。赤ちゃんでもできるように、その子のお口に入る大きさ、つまり 100% 達成できるちっちゃな目標を作る、そのサポートをしてあげる。そしてそれができたら、できたねとしっかりと勇気づけてあげる、これが大事です。3つ目、課題の分離。子供の人生は子供のもの。子供がうまくいかなかったとしても、あなたの価値が下がるわけではありません。しっかりとそこを分離する、切り離すことで、子供自身が責任を持って自分の人生を生きれるようになります。4つ目、ノージャッジ。他人と比べない。自分と比べるということ。成長するために大事なことは、誰かに勝つことじゃなくて自分に勝つこと。前回の記録よりも更新し続けること。それが成長につながります。ですので、誰かと比べて褒めたり、誰かと比べてけなしたりするのではなくて、その子自身の過去と、そしてその子自身の成長に目を向けて、そこに声掛けをしてあげてください。5つ目、怒りを一次感情に翻訳する。そう、怒りは偽物の感情です。怒りを怒りのまま伝えるのではなくて、怒りの背景にある本当の気持ちは何なんだろう？なんで怒ってるんだろう？あ、寂しいからだ。あ、不安だからだ。あ、心配してるからだ。その本当の気持ちをまずは理解して、その気持ちを伝えるということ。そうすると、ちゃんとお子さんが話を聞いてくれて、ちゃんと行動を修正する、しようと、そのきっかけを作ることができます。はい、ということで、実際に僕が授業の中で、子供との関わりの中で実践しているコーチング術を5つご紹介させていただきました。いきなり5つするのは大変やと思いますので、どれでもいいです。どれでもいいので、その中の1つを、まずは1週間試してみてください。お子さんの表情が変わっていくのがお分かりいただけると思います。はい、以上になります。少しでもためになったな、勉強になったなって思われた方は、
高評価ボタン、そしていいねボタンを押してくれたら本当に嬉しいです。このミスターおかちのチャンネルでは子どもの教育に役立つ情報を配信しています。よろしければチャンネル登録をお願いします。そしてインスタグラムでは毎日やり抜く子を育てるための行動習慣を配信しています。こちらもフォローよろしくお願いします。それでは皆様素敵な一日を。今日もありがとうございました。さよなら。私にイエス。